はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、タイトルにあった通り ED 腹筋、いわゆるですねエレクタイルディスファンクションの略なんですが、まあエレクタイルディスファンクションといっても知らない人多いと思うんですが、いわゆるですね勃起不全、まあ年を重なるにつれて男性はねほとんどの方がぶつかる壁です。今回はね、女性はまあもちろんこういう腹筋あるんだなって見てもらってもいいんですが、今日は男性のそのディスタイル、あ、間違えた、エレクタイルディスファンクションに向けた効果的な腹筋、そうならないためにも毎日やってほしい腹筋です。まあ腹筋を鍛えてる人は知らず知らずにまあその ED にね慣れにくくなってると思うんですが、その中でもやっぱりねこの腹筋は効くよっていうのがやっぱりあります。普通の腹筋よりも効くよっていうのがあります。なので腹筋をいつもやってる人ももちろんいいと思うんですが、この ED に効く腹筋を3種類紹介しますんで、必ず最後までご視聴ください。でレベルはね3、2、1と、まあ、だんだんね効く腹筋に変えていきます。まずはレベル3なんですが、レベル3って言ってもまあ一番簡単なやつなんですが、寝た状態、とてもシンプルです。まあ皆さんやってると思います。寝た状態で手を頭の後ろで、ここからぐーっと起きる当たり前の腹筋なんですが、ここで一つポイントがありまして、お腹に力を入れずにここまで起き上がります。ここまで太ももに胸がつくときにはお腹をしっかり引っ込める、とにかくで体を小さくくっつける、ここから力を入れずに起き上がる、お腹に力を入れずに起き上がる、これが力が入ってしまうと体がここまでしか起きれません。この時点でお腹がこう硬くなってしまうんで、こっから起き上がることができなくなります。表を使う腹筋ではなくって、おへその奥を使う腹筋です。力を抜くとこのように上がってこれます。力を入れちゃうと止まっちゃいます。なので力入れないようにぐーっと息しっかり吐いて、太ももが胸につくときにはお腹をとにかく引っ込める、とにかく同じスピードでお腹に力を入れないように動くという腹筋がまず一つ目です。そして二個目なんですが、今度手を前に伸ばした状態でお尻をね浮かしときます。見えるかな、このようにお尻を浮かした状態で、おへそをとにかく今上向いてるんですが、おへそを頭の方に向ける、顔の方に向けるつもりでお尻をグイッと上げときます。この状態でおへそをもっと引っ込めて、おへそに顔が向くようにお尻はもうもちろん浮かした状態です。このままで指先が膝の皿に届くかなぐらいまで、これお尻ついちゃうとこうやって起きれちゃうんで、起きるんじゃなくって、とにかくおへその奥を引っ込めて、お尻もしっかり締めて、やっていきます。今のが2つ目です。で今度3つ目です。3つ目はちょっときつくなります。手は胸でクロスをした状態で足を少し上げときます。これで上半身を少しだけ起こして、やっぱりおへそはしっかり後ろに向くような感じでお腹をぐーっと引っ込めておきます。いきます。この状態で息をしっかり吐き続ける、お腹を引っ込めながら10秒です。で降ります。またしっかり吸って、お疲れでした。といった感じでですね、この3つともかなりねエレクタイルディスファンクションには効きますんで、まあ、ポイントはですね、
息を吐き続ける、まあ、息を吐くっていうことと、とにかくその時にお腹をしっかり引っ込めて、おへそが自分の顔に向くように、おへそが上じゃなくって自分の顔に向くようにお腹を引っ込めながら、このお尻をぐいっとぐいっとこうしっかりね前に向けるっていう風な意識をすればですね、効果的です。これね、1週間も、まあ、毎日、まあ、疲れるまで1セットでもいいです。毎日続けてもらえばですね、2週目に入った時にはかなりの違いをね感じてくると思います。まあ、この1個目の腹筋なんですが、まあ、普通の腹筋なんだけど、やっぱりお腹に力を入れずにおへそをとにかく顔を向ける、お腹をしっかり引っ込めてお尻をグッと前に力を入れるっていう意識をねして腹筋をしてみてもらえたらと思います。今日ね、男性向けのエレクタイルディスファンクションの防止する腹筋3種類でした。ご視聴ありがとうございました。